はい、皆さんこんにちは。冬は全然職質されない占い師、新宿五丁目兄貴金田ロッキーです。皆さんこんにちは。バラに響け占いのあすみです。はい、あすみさんお久しぶりですね。こんにちは。はい、ね、もう今年の瀬ということで、2021年が、まあとりあえず前半どうなのか、タロットでそんなね、やっぱり数ヶ月しか出ないじゃないですか、はい、とりあえず前半の6ヶ月どうなるのか、はい、もうコロナどうのこうのなしで、とりあえずどうなるのかというのをですね、一回タロットでお互いやってみてちょっと発表したいと思いますので、はい、じゃあもう2020年どうでしたか。20年、うん、激動でした。激動でしたか。はい、うん、そうです。俺も激動やけどな、まあ、とりあえず、ね、とりあえずなんかね、なんかコロナなったけれども、おかげで給付金ももらえたし、店出せたし、引っ越しやらなんやかんや、まあまあまあ大きい流れ小さい流れ、まあいっぱいやることあったからな、慌ただしく終わってしまいましたけれどもね、コロナ影響受けた方、良くも悪くも影響受けた方いっぱいいたと思いますけれどね、まあとりあえずまあコロナ抜きにして、まあ、やってみましょうか、はい、2021年前半、はい、タロットカードで、あすみさんもタロットになりますか。はい、はい、じゃあ出してみたいと思います。はい、こんなん出ましたけれども、まあとりあえずじゃあ私からいきましょうか、はい、あ、前半いうことで1月2月、そういうやり方で、はい、あ、なるほどね。でだからまあ要は俺はもういつも通り人占う時と一緒で、過去今未来の3ヶ月というか、まあまあまあ流れ、前半の流れ、はい、出しましたけれども、あのね、だからこれがもう過去なんで、もうだからもうコロナでしょうね。はい、もうどうしていいかわからない、どう対処していいかわからない。もうだって実際な、今年なんて前半というか春頃からもうね、自粛するしかなかったやんか。もうどうしていいかわからない、はい、ほんでもう皆さんも自分本位のことができない、もう我慢我慢我慢やったもんな、うん、でも暗い感じ、まさにもう今年はもうそんな感じずっと出てますよね。でね、ただやっぱりもう外に羽ばたける、ワクチンできるせいかな、もうぼちぼちもう外に出ていける、うん、でだからこうこう出てたらまあね、外に羽ばたけてガンガンいけるじゃないですか。ただやっぱりイライラする部分もある、気ぃつけなあかん、まあコロナなのか、まあ そうなのかな、うん、ただそれ乗り越えて太陽さんさんにはなる、うん、出てるんですよ、うん、だからまあまあまあよくはなってくるんじゃないですか、うん、これだから何ヶ月と言われれば、今2ヶ月後、4ヶ月後、半年先ぐらいなのかもわからないし、まあ前半の流れというか、なんというか、まあ僕はもう1月2月どうのこうの言わずに、まあよくはなってくるんじゃないですか。はい、皆さんワクチン打ってください。はい、という感じですけれども、はい。あさみさん、あすみさん、あすみさんいかがですか。はい、では、そうですね。1月2月って1個ずつ出してったら、うん、5月まではあんまり、ないというか、うん、カードの逆位置で出てるんですけど、うん、6月半年後がすごいいいカードが出てるんです、うん、最後やっぱり、はい、なの で1月がその吊るされた男っていうカードが出てて、辛抱忍耐、うん、もうちょい我慢ですよね、うん、でちょっと最近四柱推命もやってるんですけど、うん、来年がカノトウシっていう年になるんですね、うんうん、でそれもやっぱりちょっと我慢とか、うん、辛抱とかそういうメッセージもあるっていうふうに言われていて、はい、なの で1月がこの我慢からスタートしてるんで、うん、まあね、その年明けてすぐパーっていう、よし、時代が変わったぞみたいな感じではないかもしれないんですけど、うん、だんだん半年先にはやっぱいいカードも出てるし、うん、よくはなっていく年にはなっていくと思うんですけど、ただ本当にね、1ヶ月ごとで出してもこうなんかイライラするとかもそうだし、楽しくないとか、うん、もっと人と会いたいのにまだ会えない状況が続くとか、うん、だからこそこの何でしょうね、また新しい人との出会い方、楽しみ方みたいなのが生まれてきそうな感じがします、うんうん、なんかもう本当に何でしょうね、
うん、同じ感じで出てるんですけど、1月から5月ぐらいまではちょっとあんまり良くない感じ、暗い感じで出てる。ただ半年先はこの居心地のいいカードが出てる。だって俺もな、はい、明るいのが出てます、うんうん、だからね、変わっていくとは思う、はい、これはもうあんまり気にせえへん人はもう来れないのかな、うん、だってもう普通にそんなん見たってな、東京なんてな、もうラッシュアワーに電車が乗ったら密やしな、冬になっていて、それはもう感染が増えるっちゅうねんいう話やけども、経済止めるわけにもいけへんし、みんな仕事せなあかんし、うん、ただイベントことが全部 Zoom でオンラインやわな。おかげでそんな話も気出しましたけどね。普通さ、俺も営業行って占いライブやってお客さん占ったりとか、そんなのできへんやんか、全部おじゃんなんだわ、うん、ねえ、本当にそうです、ね、うん、そんな感じになってまいりました、はい、やっぱりちょっとコロナ抜きで言うたけど、ちょっとコロナになんか関係してることが出てるのかな、うん、はい、まあ、ただまたね、世界とのつながりも俺また戻ってくるとは思いますので、まあそのね、前半の全体的な流れとして、うん、みんなワクチン打ち始めて、オリンピックもやらなしゃあないもんな、やるのかな、うん、なんやかんやな、そうかな、はい、そんな感じでございまして、私のね、あの延期になってた空手の全国大会も3月にやると。この前も応援とかあかんのよ、会場、あの上2階席からとか応援できんねんけど、試合のもな、あのコートの周りも密になるやんか、あかんねん、無観客は入るけれども、まあだからそばでセコンドもダメですとか言って、どないして戦うの、自分の意思だけでセコンドが言うてくれな、困る部分とかもあるやんか、そんなんや、まだ、あ、ながら、もうちょい大変だろう。だからそういう意味で、世界とのつながりも出てくんねんけれども、もうちょい我慢せな、やるのはやっても、やっぱりな、そのセコンド入ったあかんとかもそうやねんけど、そういう部分もあるんやろな、我慢せなあかん部分も。うん、まあ、戻ってくると思うんですけど、我慢はまだ続く感じですよね。はい、まあ、半年先には、多分、はいはいはい。ようなってくるかな、太陽さんさん、はい、夏、ココナッツ、はい、なると思いますので、はい、そんな感じで、はい、まあ、皆さん手洗いうがい、はい、まあ、あのね、しっかり、体も強くして免疫力つけて、はい、頑張ってくださいね。もうコロナでインフルもな、そんなもう寒しとったらな、なるかもわからないからな、はい、皆さん気をつけていただいて、あと何かありますか、あすみさん、皆さんにメッセージ。まあ、2021年も、まあ、予期せぬ展開とか起こると思うんですけど、はい、それにビクビクして過ごすんじゃなくって、うん、もうその今もう目の前に来たその現状とこう戦っていくっていうのもそうだし、うん、それと共存して、じゃあ自分はどう過ごすかっていうところ、結局は自分が何が環境がどんなことがあっても自分はどう過ごすかっていうのが大切な生き方なのかなって思う。はい、ですよね、うん、このビクビクを見てばかりいないで、はい、自分はどうするかっていうのを解説したいですね、はい、はい、ございまして、占いラッキーギャット2001年も正月から、営業しておりますので、はい、また我々にね、会いに来てくださいね。1月2月も皆さんね、新しい年のこと知りたいと思いますので、ぜひ占いラッキーギャットの方にいらしてください。はい、我々お待ちしております。あずみちゃん、あなた、俺の友達な、はい、あなたのそのピンクのマスク姿に興奮するよね。どういうことでどういうことではい、ということでね、どういうこと、はい、来年もよろしくお願いいたします。はい、あずみちゃん来てる時も二人でなんやかんや占ったりしますので、来年も、金田ロッキー、あずみさん、占いラッキーキャット、よろしくお願いいたします。では皆さん、またお会いしましょう。さようなら。